どうも、テゴシアでーす。さあ、今日なんですけども、テアトルアカデミーの方にお邪魔しております。まあ、なんでここに来たかと申しますと、まあ、天才子役の人たちがここに集結してるということで、お芝居の方も最近あんましてないんで、自分の中のこのやっぱ芝居をやっぱもうちょっと目覚めさせた方がいいなと思いまして、何も汚れてない純粋なやっぱりお芝居ができる子役ってやっぱ俺すごいと思っていて、俺もこの道と思ったらズーン行くんですよ。ここだと思ったらキューンっていくから、じゃあ行ってみますか。行ってみましょうか。さあ行きましょう。おー、勝ちだ。勝ちですわ。失礼します。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。めっちゃ歌うのが可愛いんだけど、僕の中の演技のイメージって歌とかバラエティとかと比べてそのより正解がないなって思うんですよ、はい、私が思う正解ですけど、はいはい、自分の中の正解を見つけるということが正解だと思うんです。うわなるほど。いや、ニューヨークも含めて、はい、はい、わかりました。よろしくお願いします。じゃあ自己紹介を始めていきたいと思います。特技もやってね。で、1分だよ。よろしくね。テアトルアカデミーの北村優馬です。8歳の小学3年生で特技は感じです。やってもいいですか。どうぞ。実際にお前ら人間界から出てきてこの大森に汚れた人間を入れるとは肝が据わっている。お前らは人間連れてきた。森へ帰れ、人間帰れ。はい、じゃあ次はいきます。喜怒哀楽です。自分で何を設定してやるかっていうのをちゃんと決めてやる、うん。もし対象を鏡の中の自分にしてるんだったらちゃんと目に厳しい厳しい。ちゃんとねえ、なんで泣いたの。ねえ、なんで僕の大切なおもちゃを投げたの。意味わかんないんだけど。ねえ、本気でお金払ってるね。理由教えてよ。 OK。 急になんかすっごい厳しくなったの。怖いよ、そんな前で芝居するの。払う。これガチなやついきますね。せっかくこの先生の方とかをご指導されてるので、うん、いやさ、いやいいよ、自分がさ信用して連れてきた人がよね、その友達が信用できるかって言って写真撮ってくださいって撮るじゃんね。その人が何5年後になんか犯罪を犯した。知らねえよそんなもんよなあ。そんな誰が判断できんだよ。その時点でもし悪いやつってさ、それもちろんやらねえよ。でもさ、そんなんで俺が責められて、じゃあそいつが犯罪を犯したからって俺は犯罪者です、はい、今ちゃんと入りました、はい、ガチで、はい、そうそう、ちょっと怖かった。あ、そうなんです、はい、怒るっていうのは怖いって思わせちゃった方が勝ちなんで、怒りが伝播してるんです。ああ、なるほど、そうなるんですね。え、ガチなやつでしたね。ガチなやつ。みんななんで怒ってるか分かった？分かりました。分かりました。あ、分かる人いるんだ。芸能の裏のやり取りみたいな怖い感じが、闇みたいな感じが溢れ出していました。泣く。はい、できるぞ。はい、お、すごい。でも、さっきやったありがとうございます。
じゃあ、ゆうやさん。ドキャ、マジですか、僕ですか。泣きの芝居。今なの。俺人前立ってるから弱い見せられないじゃん。そりゃさ、もうさ、みんなに見せる必要はないじゃん。シチュエーションはおじいちゃんもお父さんも自分が芸能の活動をしてスケジュールが埋まってるから亡くなる瞬間に立ち会えなかったんですよ。実際一人きりになった時に辛いなっていう思いですね。はい。本当に悲しい時って手とかが震えるんですよ。うん。それがあの演技でできていたので本当に悲しい時みたいだなって思いました。嬉しい。ゆうやくんがやってる最中にカメラがどんどん近づいてたでしょ、うん、でも演技がぶれない。それは自分の中にどん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 集中してる。芝居をするときは自分に集中する。それがすっごいできた。素晴らしいと思います。ありがとうございます。これも言われて勉強になった。じゃあ次いきます。喧嘩。喧嘩、喧嘩します。よーい。自分でなお使いに行って買ってきたプリンだったら文句言えるのも分かるな。ただ俺は自分のお金で自分が働いたお金で買ってきたわけ。それを、まあ、家族に買ってきました、まあ、それは分かるわ。だとしてもじゃあ俺が自分で食って何が悪いんだよ。いやみんなでさ分けるって心ないの。心だったらお前が俺が食うより前に食べりゃよかったじゃん。知らない。それをさ自分がさ外遊びに行ったりゲームしてさ食べないから俺食べたわけじゃん。何が悪いんだよ。あ？いや声で遊んでないし。あ、公園で遊んでない。遊んでたじゃねえかよ。お前お母さんにさ塾行くから勉強するかっつって文句は嘘言ってさ、あ、遊んでたじゃん。は？覚えてません。覚えてませんじゃねえよ。お前政治家かお前。証拠な、政治家かは記憶にございません。証拠か。食べれなかったってことは家にいなかった。それまでじゃん。分かるだろ。こっちの方が人生経験も豊富だしいろんな社会で見てきてんだよなあ。かわいそう。めっちゃ嫌だ。嫌だ嫌だ嫌だ。こんなの嫌だ。かわいそう。嫌だよ。こんな俺も小さい子みたいにしかしてやんの。俺泣いちゃってじゃん。もっといけたわ。先生俺も痛いですけど先生。ゆうやくんも受け止めてくれて、はい、いやもう本気だったから、まあ、本気でやりましたちゃんと、はいはい、なんで今みたいなで喧嘩ってどんどん、はい、本来エスカレートしてる。はい、なるほどなるほど。で要するに水かけ論になっていった方が面白い。なるほど。でそれが成立してたから今みたいなその終わった後の感情になる。なるほどね。だから途中記憶にございませんってふざけてました。ふざけてないよ。政治家からふざけてないよ。いや政治家がよく言ってたじゃないですか。記憶にございませんって。それを引用しただけでふざけたわけじゃないですよ。さあというわけでですね、初めての演技指導人生初ですねしてもらったんですけど、みんなの、熱量、芝居の熱量ともちろん先生のガチ具合と演技指導がやっぱすごくすぎて、俺もなんか久しぶりにこんな入ったなっていうぐらい、芝居に入り込んじゃって、でも
すごく楽しかったです。じゃあカンナちゃん、今日どうだった、やってて。あのチャラチャラしてるんで、うん、ちょっと明るくやっちゃうんじゃないかなとか思ってた。ああ、なるほどね、はいはいはい。すごく、本気で、役になりきってて、才能あるなって。おー、嬉しいですね。みんながなんかドラマとかでしたら俺親子ぐらい泣いちゃうかもしれないわ。手越しゅうや、初めての演技レッスンに挑戦してみました。というわけで今日は以上になります。ありがとうございました。じゃあいきますよ、せーの、でーどうもありがとう、バイバイ。はいよ、ありがとうございます。あ、いいえ、あそこ行っちゃっていいの。はい、すごいじゃん、晴れたって書いてあるやん。はい、知ってた。お父さんがオーダーメイドで作ってくれたんです。あ、それに書いてていいの。はい、あ、全然大丈夫。はいよ、はいよ。はいよ、ありがとうございます。はい。